トラストチャンネル。俺、三条ダストです。本日紹介するのはこれだ。じゃん、テレビくん1月号の付録の桃太郎スフルボトルだ。イエーイ。はい、こちらはテレビくん1月号の付録で付いているフルボトルで、仮面ライダー電王に登場する桃太郎がモチーフのフルボトルになってます。この桃太郎フルボトルはこの電車フルボトルと一緒にビルドドライバーに挿すことでベストマッチして、なんと電王フォームの音声を聞くことができるんです。では早速箱のアップから見てみましょう。はい、アップで見るとこんな感じです。ビルドと桃太郎が映ってますね。中央に桃太郎フルボトルのアップが載ってます。横側、反対側の横側、上側、下側、そして後ろ側になります。後ろ側にはフルボトルの組み立て方が書いてます。下半分は注意書きなどが書いてます。では早速中出してみましょう。はい、中出してみました。中にはガンバライジングのカード、これちょっとネタバレになるので絵柄は伏せときます。あと桃太郎フルボトルが入ってました。では早速組み立ててみましょう。はい、完成しました。ではアップで見てみましょう。アップで見るとこんな感じです。今回フルボトルのデザインは桃太郎の顔になってます。イニシャルは M と D、 桃太郎の M と電車の D ですね。ボトルの色はラメが入ったレッドになります。ここのキャップの色はブラウンに近いですね。この部分のデザインは他のフルボトルと一緒です。いつも通り後ろ側に個別認識ピンがあります。上側、下側で、今回フルボトルはデラックス版ではないので逆さにしても棒が出てきません。蓋のギミックは他のフルボトルと一緒で、蓋が回転、真ん中でクリックします。他のフルボトルと一番の違いは中に液体が入ってないので振っても音がしません。中は空っぽになってます。では早速電車フルボトルと一緒にビルドドライバーに挿してみましょう。まずは桃太郎、中の液体は空なので振っても音がしません。桃太郎。では続いて電車行きます。すごい、ちゃんと音鳴りましたね。結構音いっぱい鳴りましたよね。僕てっきりテレレレデレレだけだと思ったんですよ。その後も結構音鳴ってましたからね。これ嬉しいです。では続いて必殺技、必殺技はいつも通りですね。 LED の発光は桃太郎の赤と電車の緑が交互に光ってましたね。はい、ということで本日はテレビくん1月号の付録桃太郎フルボトルを紹介しました。まあこれみんな思ってることだと思うんですけど、中に液体ないんですよね。これちょっと残念ですけど、まあボトルの色がクリアじゃないので液体が入ってたとしても中は見えないんですけど、まあ振って音は鳴ってほしかったなと思います。まあでもベルトの音声は予想よりもすごく良かったです。いやー、電王見てた人は懐かしい思い出蘇ってくるんじゃないでしょうか。では本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。